韓国チャンスンと沿って前にできたタイ。ちょっと前、結構前。結構前。いつもこの曜日占いしたいなしたいなって思って何もできてない。私は水浴。あ、そう、ここのエリアはね、芝生があれだからが罰なんだよね。でも絶対映えるからね。ボートとか乗せたいじゃん。そう、バスとか。多分さ、ね、こんな感じになってまーすね。うわ、ガパオライス食べたかった。ガパ、そうすればよかったんやな。なんだっけ、タイの人はみんな自分の生まれた曜日を知っとるんやね。自分何曜日？俺タイ人じゃないから。私水曜日。うん。の街に着きました。ケバブ食べたくなったらここ行くよね。そう。あとはトルコアイスが地味に美味しい。なんであのネバネバしとんだろうね。なんだろうね。トルコのお土産のところもすごい見たいなと思うんだけど、結構。犬がね、中に入れんから、やっぱスーパーの中は。あれじゃん、ムニムニくん。ムニムニくん、100均で売ってるさ、卵の。あれ、めっちゃ昔からあるやつやん。そうやね、俺はそうでしょ。ここでは、インド料理食べれます。でもほとんど本当に日本寄りの。この店はどっかのイオンにも入ってるんだよね。そうそうそう、ワンピースかわいいで、コロナでリトルが長期休みになった後から急にこの変な花も置かれるようになりました。ほんこ、ドッグラン着きました。期間限定だったのが1年丸々やることになったから、ドッグランの立て付けがすごい良くなくなります。ちょっと悪いです。 ありがとうございます。おいで。おいで。でも点数は上がらんけどね、あの子。金曜。お前そこまで入るんだ。人気の人ね。人気だね。おいで。おいで。おいで。この前ご飯食べとったんだけど、食べとってここに置いとったんだって、置いて喋っとった。おいでー。
た。喉乾いた。